大賞ラグビー日本代表様です。おめでとうございます。日本プロスポーツ協会会長島村です。おめでとうございます。皆さんこんにちは。ラグビー日本代表のキャプテンリーチマイケルです。今回日本スポーツプロスポーツ大賞に選ばれてすごく嬉しいです。4年前に立てた目標、ワールドカップで達成はできなかったんですけど、ワールドカップで、多くの人に感動を与えて参照して日本のラグビー界を盛り上げて、すごく、自分たちにとっては、いい結果だと思います。最後にこの本当に、日本のプロスポーツ大賞、に選ばれて、すごく、嬉しいです。今後も日本代表がずっと憧れの存在にいて、2019年のワールドカップを盛り上げるために、もう一回スタートから、いい試合をして頑張っていきたいと思います。これからも日本のラグビー応援よろしくお願いします。過去の、受賞した、選手の方々の名前を見ると本当に偉大で、この受賞できたことが本当に光栄に思います。もっともっと、プロスポーツを盛り上げていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。